こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回は片付ける空間、時間を見直すことでミニマリストになれるというテーマについて、エリサさん著、物欲があるのにミニマリストやってます、物を減らすと幸せがやってきたをもとに考察していきます。この動画を見ることによって、片付けが苦手、物欲が強くて持ち物が多い方でもミニマルな持たない暮らしを実現できるでしょう。それでは早速参ります。突然ですが、生活の中でどうしても物が増えてしまう、家の中で必要と思うものが溢れてなかなか片付かない、物は減らしているのに家の中がすっきりしない、物が散らかってしまいがちで収納場所が全然足りない、もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？お片付けを意識してるつもりなんだけど、やっぱり年々家の中のものが増えてくる。そうするとお片付けがだんだん億劫になってくる。物理的にも精神的にもなんだか圧迫した気持ちになってしまいそうです。でもそんな方にこそ、この動画でご紹介することをぜひお勧めしたいと思います。今回ご紹介することを実践していただくと、生活の中で持っているものの増えるスピードは減るスピードよりも断然早いことを認識し、物を多く持たないミニマリスト的思考を生活に取り入れられるようになります。ミニマリスト的思考のミニマリストとは、つまり不要な持ち物を減らし、本当に自分に必要なものだけで暮らす人、つまり持たない暮らし、物にとらわれないシンプルな暮らしを実現している人のこと。買い物が大好きで物欲が強い、そんな方でもミニマリストになれる方法があるとしたら、とても気になりますよね。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、空間、物の価値を見直すことで片付けの手間から解放するです。お片付けが苦手な人は、何に対して苦手意識を持っているのかというと、物は永遠増えてくること、つまり片付けたい場所、空間がどんどん埋まってしまい、結局片付ける気力を失ってしまうことなのです。片付けを根本から見直す必要があるということですが、それはつまり余裕のある空間で生活することの長所を知る、物を厳選することで物の価値を再認識する、この2つを意識すると、収納術に頼ることではなく、空間のバランスや物の価値を見直していくことで物を減らすという流れができるようになります。つまり片付けという手間や時間の根本から解放されるようになるのです。持たない暮らしを提唱するミニマリストになるには、この空間、時間の考え方を重視していく必要があります。空間や時間って、そうは言っても目に見えないものだから、考え方がふわふわしてて難しい、自分だけで実践していくのは難しい、そのような方も多いと思いますので、こちらの動画では次のようにポイントを3つに絞ってみました。何もない空間の柔軟性、片付けを後回しすると損する仕組み、部屋の状態と心の関係。ここからさらに詳しく、これらを一つ一つ解説していきます。何もない空間の柔軟性。まずはじめに、何もない空間の柔軟性について解説していきます。本書では、物の少ない部屋の最大のメリットは、空間の柔軟性が高くなることと書かれています。ここに出てくる空間の柔軟性とは何でしょうか？例えば、あなたのお部屋のあるスペース、そこに何もない余白のスペースがあったとしたら、想像してみてください。そこに余白があるということで、作業内容に合わせて机の置く場所を変えることができますね。また日の光が差し込んでくる角度や場所に合わせて寝転ぶ場所を変えたりすることもできるのです。つまり物の少ない部屋があったら、やりたいことがやりたい時にできる部屋となるわけです。普段生活している一つの部屋が、工房にもスタジオにも、はたまたくつろぎスペースにもなるのです。空間に価値を見出すこと、それは物という資源の下に隠れていた空間という可能性を発見することにつながります。片付けを後回しすると損する仕組み。続いて、片付けを後回しすると損する仕組みについて解説していきます。片付けもそうですが、日常の面倒なことってどうしても腰が重くなりがちになりますよね。しかも重い腰を上げようと思ったら、よほど思い切りをつけないと立ち上がれないものです。
それは頭では理解していても実行するとなると難しいこと。しかし実際面倒なことを後回しにしても作業量は変わらないのです。例えば飲み物をこぼした時もすぐに拭けば楽ですが、後回しにするとゴシゴシ拭かないと落ちない汚れになってしまいます。また散らかした洋服の中から目的の服を取り出すには時間がかかったり見つからずにイライラしてしまいます。このように後回しを習慣化してしまうと、せっかくかけた手間や時間、綺麗な部屋で過ごせたはずの未来などたくさんの損をしていることになります。そうならないためにはできるだけその場で即片付けることが一番お得だと言えるのです。面倒くさいの習慣が慢性化してしまうと、日常のさまざまなことに対してもったいないと感じてしまうことにもつながります。活用できていない、まるで使っていないものをいざ手放すとなったらもったいないと感じてしまいがちですね。しかしそれよりも自分の時間や綺麗な部屋で穏やかな気持ちで過ごせる生活を失ってしまうことの方が損失は大きいことだと本書には書かれています。面倒だから後でやろうというちょっとした気持ちの習慣が綺麗になるはずのお部屋の未来に歯止めをかけてしまう。そうならないための心がけとして覚えておきたいですね。部屋の状態と心の関係。最後に部屋の状態と心の関係について解説していきます。こちらは筆者の体験から書かれているエピソードとなります。筆者はかつて片付けが苦手でした。そして片付けがとにかく面倒くさいと感じていました。またあれもこれもと物への愛着が強かったそうです。それだと自分の持っているものの量は減るよりも増える一方で、丸1日かけて片付けても1週間でまた散らかしてしまうを繰り返す、そんな生活を送っていました。そのような状態で筆者は自分の家に友達や突然の来客が来ることを恐れていました。しかしたまたま参加したフリーマーケットをきっかけに初めて物を手放すことを覚え、それまで増える入り口でしかなかった物人生に出口が生まれたと語られています。その時の経験から筆者はシンプルライフに憧れ、物を減らすようになれたということです。これまでの面倒くさがりな自分の行動を振り返ってみて、部屋が散らかっていて見られるのが恥ずかしかったということは自分に自信のない時だったと筆者は気づきました。不要なものが溜まっていた時というのは自分のやりたいことが見えなかった時であり、心が荒れると部屋も荒れがちに。部屋がガランとしているということは新たなものを吸収しようとしている時期でもあるのです。つまり部屋を整えると心も整うということです。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、物を持たない暮らしは空間の柔軟性を実現させることからということ、そして片付けの後回しは綺麗になるはずの部屋の未来も後回しにしているということ、片付けがそもそも苦手な人、また買い物が大好きで物欲が強い人にとってミニマリストを目指すということは一見難しいことのように聞こえます。しかしそんな方でもミニマリスト的思考、つまり物を持たない暮らしを目指すことはできるのです。ミニマリスト的思考をつかむには片付けに関わる空間、時間の意識を変える必要があります。空間ということで見ると、自分の部屋を片付けようと思った時に、もしそこが何もない空間だったとしたら、柔軟に自分のやりたいこと、好きなことができるか可能性を見出せることが重要だと言えます。また時間ということで見ると、片付けを後回しせずすぐ行動することが大事だと言えます。その際は綺麗に片付いた部屋で過ごす未来の実現を意識するようにしましょう。心が荒れると部屋も荒れる。荒れたお部屋が綺麗になる。またその綺麗な部屋で過ごせることで心も綺麗ですっきりとした状態を保てるのです。最後に本書の言葉を引用いたします。部屋との付き合い方を変えることが人生を変えていく。部屋という存在が暮らしの基盤の大きな部分を占めていると考えると当然のことなのかもしれません。以上で、片付ける空間、時間を見直すことでミニマリストになれるの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。
このチャンネルではお片付けに関する本を紹介しながら、お片付けが暮らしや人生にどのような影響を及ぼすのかを研究し、実際にあなたがお片付けをスタートするきっかけとなるような情報を配信しています。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いいたしましょう。バイバイ。